季節を乗り越えるために市販のエナジードリンクに頼り切ってはいませんか？エナジードリンクには刺激物質が多く含まれているため、体の負担を考えるならば自然食材を使った自家製エナジードリンクがおすすめです。今日はアスパラガスを使った自家製エナジードリンクの作り方をお伝えします。材料はアスパラガス10本、パイナップル2枚、レモン汁小さじ1杯、はちみつ小さじ3杯、ミネラルウォーター 300ml です。作り方は、1、アスパラガスの根元の硬い部分を切り落とし、2、3センチほどの長さにカットします。2、ミキサーに輪切りにしたパイナップル、アスパラガス、レモン汁、はちみつ、ミネラルウォーターすべて投入します。3、コップに注ぎ入れ、完成です。いかがでしたか？お肌も体もちょっぴりお疲れ気味という女性は、ぜひ一度お試しください。